会長、最近若い人がホワイト企業離れ進んでるみたいなんですけども、やりがい不足なんても言われるんですけれども、これ実際会長の目にはどう見えてますか？最近いろいろとこう勉強してるとね、ぬるい企業から若い人が辞めていくっていうのねことが出てましてね、やっぱりある程度若い人も厳しいのは嫌だけど、ある程度締めてほしいっていう気持ちがあるんですよ。この辺のね取り方が難しいわけ。というか人が取れないからうちは緩いんです緩いんですよって、本当に緩いような会社になったら将来ないよね、会社のね。それからやっぱり本人も当然成長できないから、このままぬるくていいのというようなことになりますから、やっぱりある程度勉強をねする。ある、ね、会社なんか無人島に行かせてですね、若い新卒だけで生き残りをかけたそのみんなでグループでやるとかですね、ある意味ではハードですよね。けどそういうのをやらしたりなんかしてですね、やっぱりなんかこう自分がここにいるんだっていう存在理由をですね見つけるような、やっぱり会社にしておかないといけないのかなっていうふうに思いますよね。だから入社の時にのとにかくうちに来てくださいよ、仕事も皆さんが適性見つめた段階で決めますからみたいなね、そういうぬるいやっぱり仕事はダメだと思いますよね。やっぱりある意味でうちではこうなってこうなってますから、こういうところから始めてやってもらいますよとね、その中で適性を見つけてくださいみたいな、やっぱりちゃんとしたきちっとしたルールを作ってくる。やっぱりだからある意味で伸びてる会社からやっぱり今素晴らしく伸びてる会社はやっぱり厳しいですよ、厳しいけれどもその怒鳴られたりね、実際にこういじられたりそんなことはない。やっぱりある程度仕組みの中でやらなきゃいけないことをきちっとルール化されてる、学ばなきゃいけないことをきちっとルール化されてるっていうのが必要だと思うんですね。これがない企業がぬるい企業になっちゃってるんで、結果的にぬるい企業はやっぱりダメだから、皆さんの会社もですね、入社したらどんな研修するんですっていうことをちゃんとルールを作りね、それからやっぱりある意味でお遊びのところも必要だし、そんなことでこう厳しさとね、ぬるさをうまく作るといいかなというふうに思いますよ。うちもねだから、いろんな研修をさせたりしてますよね、いうのもあるし、それからやっぱり趣味プロって言ってですね、いろんなところに行かせる。この間私はですね新宿2丁目を連れてきましてですね、みんな喜んでくれた、初めてのみんな新宿2丁目だったんですけど、ある程度 LGBT を経験してもらうね、ところでご案内をしてですね、みんなすごくすごくみんないい人たちなんだなっていうことを実感してもらいます。やっぱり普段できないことを経験させるっていうのもすごくあるような気がします。昔はうちはですねコンサート行ったりいろんなものを、私がチケット買う、今ちょっとチケットがなかなかね買いづらいんだけど、昔は結構チケットは買えたので、いろいろとビーズ行ったりサザン行ったり、そういうのもねそんなに行けないですよ、3人私で4人ですから、4人で行ったりね、ミーシャ行ったりドリカム行ったり、そんなのもしたりしましたよ。やっぱりそういうのがなんかね、あとは海外もコロナで行けませんでしたけど、毎年、イタリア行ったり、フランス行ったりカナダ行ったりから東南アジア行ったり、いろんなところに行くようなね、ことをして、やっぱり自分が今まで行ったことないことを経験することによって、やっぱりみんながそれぞれいろんな経験を持った人たちが集まってやる。だから今でも社員がね、あの時に私行ったあそこが良かったです、やっぱりすごく忘れられませんみたいなね。だからうちも30周年の時にハワイに全員でホノルルマラソン出たんですね。90人ぐらい連れて行きましてね、みんな完走したんですけど、やっぱりそれもみんな、ね、行った人はあれ良かったですってみんな言いますよ。やっぱりそういう経験をさせる。だからぬるいんじゃなくてね、やっぱりやることはちゃんとやる中でね、みんなで成長していく、そういう会社にやっぱりみんな残るんじゃないかな。ホワイトすぎたら会社は残らないよというふうに思います。はい。